特大自身は、日本の俳優、実業家、慶応義塾大学中退。赤坂の料亭、金林を営む寺田金の店に、歌舞伎役者の六代目、小野菊五郎がよく訪れていたのがきっかけで、実定である後の七世、小野倍賠が養子となる。慶応義塾大学中退後、1932年に、小区に入社。当初は、 事務職だったが小畜社長の大谷武次郎の推薦で俳優に転校。翌年、大学の若旦那でデビュー。当初の芸名は太高校であったが、名前が強すぎるとのことで、特大寺神に変更する。芸名の由来は、特大寺の王は当時の小畜社長であった大谷社長の大の字を取り、神は長谷川神の神の字を取ったとのことである。小畜時代は、 サブリシンや上原健闘と共に現代劇の二枚目、俳優として数々の映画に出演。五所平之助監督のおぼろよの女、花かごの歌での繊細な演技は評判となった。映画、暖流での冷徹な意思も有名である。1943年に王将。戦後にフリーとなると脇役に回り1956年以降、東映京都撮影所に拠点を置き、 何百本もの時代劇映画に出演する。東映時代劇を支えた一人である。1965年以降、糖尿病に罹患し、それに伴う視力の低下などで、現役俳優としての活動をセーブし、映画、テレビジョン等への出演を控えていた。俳優を引退した後の1974年に、タレント養成所前衛芸文社を設立し、 朝のあ子や久保田さきなどを送り出した。林よ春、ありがとうございます。